はい、皆さん18になりましたので、バーチャルガイスやっていきますよ。まずこちら、グイーンソーにリワーク来るんですけど、グイーンソーを持つようなチャンピオンに AP レートが追加されました。ただ全部どうでもいいので飛ばします。これで AP ビルドになることはないからです。アクション、カリスタ、キントレッド、2個は違います。2個、もっとジャングルで使ってほしいということでバフが入ります。9、モンスターへの追加ダメージ、3回爆発するからかけ3ね、増えた分の最終的に25で、かけ3だから75ダメージ増えてます。9、1回ごとに。いいじゃん。まあジャングル2個が強いとは僕は思わないんですけど、実質勝率も 42% ぐらいしかなかったしね。ただね、1キャンプ目取るときは W 取ってミニオンに変身すると取るの早かったり、あとラプターに変身すると取るの早かったり、まあ、そういう細かいテクニックが実はたくさんあるチャンピオンてか、ジャングル2個はね、そういうところあるので、まあ、46% ぐらい、いや7ぐらいいくかもしんないね。使いたい人は使ったらいいんじゃないでしょうか。で、 W の追加ダメージも25アップと、まあ、3回殴るごとに25ダメージ増える。で、 R の魔法ダメージ、 AP レート 20% アップ。このチャンピオン今んとこね、ベースダメージが全体的に低い、 AP をね結構積まないとダメージが低すぎるっていうことで、ズバリなんですけど多分グイーンソーの方が強いっす。オンヒットで多分ジャングル回った方が強いと思います。ブラッドサースター、トータルコストな変更なしで、ステータスは変更なしで、ライフスティールが 3% アップ。その代わりシールド効果がなくなった。その代わり体力が 50% を回っていると AD が10から40増加すると。ちなみに10から40って書いてあるけど、確かレベル13からのスケールなので、序盤買ってもゴミですこのアイテム。弱そう。 AD もらえるだけっていう感じよね。攻撃速度ももらえないし。ただこの AD がね、まあ30から40もらえるのってすごいでかいんだよな。 AP より AD の値ってその価値が高いから、オートラック一発ごとに全部乗るからね。 AD レートって AP レートに比べてすごい高いんだよね。だからもしかしたらまあ何かのチャンピオンで使えるかなっていう感じ。積むとしても3テムぐらいになると思う。序盤買っても AD があんまりもらえない。レベル13以降で買った方がいいと思います。はい、ゲールフォース、これミシックのまま。トータルコスト変わらない。AD5 ダウン。攻撃速度5ダウン。その代わり移動速度 7%。まあ、機動力重視のアイテムになるってことだね。そしてこのアクティブ効果のダメージがね、もうとにかく増える。で、クリティカルレートがつく。悪くないアイテムだねって感じ。ただ今回インフィニティエッジが、とナボリクイックブレードがミシック枠になったので、ゲールフォースを積むと、まあ、ちょっと最終的な DPS は劣るかなっていう感じだね。他のアイテムと比べて。ただね、序盤スノーボールするっていう目的であれば、このアイテムはすごくいいと思う。とにかくこのダメージが超高いから、まあ、攻めのアイテムになったっていう感じかな。まあ、序盤ガツガツいけるようなチャンピオンで持ってみると、まあ、普通にいいんじゃないかなと思います。はい、来ました。グイーンソー。ミシックアイテムになりました。トータルコストは600ゴールドアップ。これね、レイジナイフとゾーマのショートピッキングになりました。まあ、AD と AP が混じったアイテムになるってことはね、攻撃速度は20% ダウンと。で、買った段階で30の魔法ダメージを与えます。前はね、クリティカル率に落ちたダメージだけだったんだけど、ちなみにそれ買った段階でね、40だったの。前のグイーンソーってね。グイーンソー自体にクリティカルがあったから。でも今はクリティカルがない代わりに30のベースダメージがあります。プラスで、クリティカル率に応じて増加すると。で、こちら、ここも変わってる。オータラクするごとに、増加攻撃速度のスタックを獲得。で、最大4スタック。まあ、リーサルテンポみたいなもんだね。で、最大スタックになると、オートラック3回ごとに通常攻撃時効果が2回適用される。まあ、前のグイーンソーの効果に戻るってこと。スタックがマックスなんだったら、前よりエースが伸びてます。まあ、だからオンヒット系のチャンピオンはすごく嬉しいよね。ちなみに、このオートラックはね、タワーにでもいいし、ミニオンにでも、まあ、本当にね、何でもいいから殴れればスタックが溜まるから、マックススタック維持するのは結構簡単だと思う。でミシック自動効果。これめっちゃ強いです。物理防御貫通 5%。魔法防御貫通 6%。これめっちゃ強いね。基本グイーンソーを持つようなチャンピオンって、まあ、AD と AP。まあ、物理と魔法ダメージのミックスであることが多いんだけど、そういうチャンピオンって貫通が積めないんだよね。ドミニクリ積んでも、物理ダメージしかアップしないし。ボイド積んだら AD ダメージが増えないしっていう、ちょっと中途半端なところがあったんだけど、いやもうグイーンソーだけでいいよっていう感じになった。まあ、ちなみにドミニクにも変わってんだけど、まあ、それは後で話すね。まあ、今までグイーンソーを積んでたようなチャンピオンは全てバフされると思っていいと思います。
まあ、代表格はコグマウだね。コグマウ、まあ、ベイン、あとバレスかな。でケールがねちょっとどうなんだろうなって感じで、ハースバウンドアックス100ゴールド高くなって5 AD 増えました。あ、これバフっぽいね。ちょっとコスパ良くなりました、ハースバウンドアックス。はい、イモシ、これはミシックからレジェンダリーアイテムに格下げされました。トータルコスト400ダウン。素材は、まあ、ちょっと変わってるね。ピッケル、アジリティ、クローク、バンパイセフタ。ヌンクイバンがなくなりました。ってことで、エースがなくなりました、ステータスから。で、ライフライン。まあ、シールド効果が若干ナーフされた。数値が下がりましたね。で、ライフラインが発動した時、前はね、AD をもらえてたんだけど、今度からは攻撃速度 30% になりましたよと。ADC のステラックです。ただそれだけ。まあ攻撃速度はもらえないので、積むとしても4手目5手目ぐらいになると思います。っていう感じかな。2手目に積むとね、どうしても攻撃速度が足りなくて、DPS 的に微妙になっちゃうので、エースがそんな必要ないチャンピオンなんだったら、積めることもあるかもしれないけどね。ドレイブンとか。あ、ちなみに、ヨネヤスオだとめちゃくちゃ微妙なアイテムになったね。多分積まない方がいいです。普通に。積むとしても後からだね。3手目4手目。はい、次。インフィニティエッジ。これ逆、レジェンダリーからミシックアイテムになりました。本当クリティカルで当たるダメージを 35% 増やします。だから、理論値で言うと一番 DPS が出るアイテムになる。ダントツで。ADC のマックスマンのミシックでダントツでダメージが出るアイテムになります。まあ欠点としては、めちゃくちゃ買いづらい。全部高いんだよね、素材が。かつ、攻撃速度がついてないから、まあ完成した段階だとちょっと運に左右される。ちなみに、昔ね、インフィニティッチを初手に積む時代があったんだけど、これとほぼ同じ効果だね。その時と比べて、クリティカルでダメージの確か仕様がね、変わってるんだよね。前は単純に2倍のダメージを与えてたんだけど、今って確か 1.75 倍とか 1.8 倍くらいのダメージしか与えないようになってるんだよね。その運に左右されすぎるってことでさ、クリティカルが発生した方が絶対勝つみたいな環境になっちゃったから、前と比べると若干弱いのかな。まあ、基本ね、マークスマン、多くのマークスマンはこれ初手に積むことが増えるんじゃないかなと思うけど、これによって、まあ、よりね、恩恵受けれるだろうなっていうチャンピオンは、まあ、トリスターナ。まあ、自分で攻撃速度を稼げるチャンピオン。もしくは、攻撃速度をそこまで必要としてないマークスマンが勝率ちょっと上げてくるんじゃないかなと思います。代表格はトリスターナ。ケイトリン。あのチャンピオンはあんまりエースが必要ないです。ほぼその、スキルのモーションキャンセルでめっちゃオートラック打つみたいな感じだから。あとジンもいいね。はい、次、キルヒアイスシャード。ダガーと400ゴールドだったのが、ロンソ素材になった。で、攻撃力15。で、ダガーがなくなったから攻撃速度も0。で、追加ダメージが下がりました。はい、クラスレ。これもミシックからレジェンダリー。安くなって、素材も変わって、攻撃力が25ダウン。これはすごいナフですね。その代わり攻撃速度は 5% アップ。で、クリティカル 20% は変わらない。で、効果も違います。オートラック3回ごとに、前はトゥルーダメージを与えてたんだけれども、今回からは3回ごとに、ベースが20、で、合計攻撃力の 60%、EP レートの 45% の追加魔法ダメージを与えるようになりました。で、プラス、同じ対象に対して、連続でこのパッシブを発動させると、まあ、同じ敵をずっと殴ってると、このダメージが 50% ずつ、増加していくと。まあ、完全にオンヒット向けのアイテムになったってことだね。だ普通のマークスマン。そういうことね。インフィニティエッジを積むようなチャンピオンは積まないです、このアイテム。これは完全に数で殴って稼いでいくタイプだから、まあ、基本グインソーと組み合わせて使ってくれ。みたいな感じに見えるね。まあ、王剣かクラーケンスレイヤーかっていう感じになると思うんだけど、まあ、柔らかいチャンピオンが多いんだったら、クラスレ。体力多いなって思うなら、ルインドキングブレード。機動力が欲しいんだったらルインドキングブレード。っていう積み上げとかになるのかな。シミタ、10AD アップ。ん ?10MR アップ。いいね。モータリーワインだ。5AD アップ。はい。はい、次。ナボリ。これもミシックアイテムになりました。コストは変わらず。素材も変わらん。うん、ステータスは全部変わらないね。まあ、ただただあの 40% のクリティカル制限がなくなりました。あ、あとまあミシック効果がついたか。ミシック効果でスキルヘイスがもらえるようになりました。まあ、ほとんどのチャンピオンは積むことないでしょ。まあ、積むとしたら、トリンダメや。エズリアル。まあ、GP 積むかも。まあ、ザヤも積むかもね。ザヤルシアンとか。まあ、元から積んでたやつは積むかもしれないですけど、違うチャンピオンがね、積み始めるってことはないんじゃないかな。はい、次。ファントムダンサー。
コストが200上がって、エースが 5% 上がりました。これはナーフです。エース 5% もらえてるんだけど、エース 5% の価値って大体125ゴールドぐらいなので、で、ここ200ゴールド増えてるから、ナーフだね。コスパ悪くなった。あ、素材変わってる、そう。素材にね、ハースバンダックスがつきました。まあ、ちなみにジールとね、ハースバンダックスの多分コスパはね、ほぼ並んでるんだよね。前はジールの方が圧倒的に高かったんだけど、今回ジールがナーフされて、ハースバンダックスがバフされたので、まあでも買うならジールからの方がいいかな。クリティカル持ってるだろうし。あ、で、こちら、グインソートガの素材のレイジーナイフね。効果変わります。まず5、コスト800から1200、すごい高くなったね。で、レシピ。ダガーダガー、変わってないけど、合成比が上がる。で、パッシブ。オータラックジェニーの効果で20の魔法ダメージを与える。嬉しい。前はなかったからね。で、これ、新しい効果。オータラックで攻撃速度が 5% 増加する。まあ、最大 3回スタックし、まあ、最大でね 15% エースが伸びると。嬉しいね。まあ、このアイテム買うやつなんて基本ヒット系のチャンピオンなので、嬉しいと思います。たくさんエースがもらえるのは。まあ、とりあえずグインソーユーザーはこれを最優先で目指すっていう感じになるんじゃないかな。はい、次。ラピファ。500ゴールド高くなりました。その代わり AD30 プラス。だ、攻撃速度は 20% ダウン。で、追加ダメージ。前はね、120固定だったんですけど、60から140、まあ、チャンピオンレベルに落ちてスケールするようになりました。これもどうだったっけ？知見と同じような変化なのかな？ちょっとこう分かんないんだけど。まあこれもナーフだろうね。といった感じです。まあエースを手に入れたいならやっぱファントムダンサーっていう感じになるのかな？あくまで遠距離からセーフティーにハラスできるよっていうアイテムに、まあ、特化させたっていう感じだよね。リカーブ棒。安くなりました。その代わり攻撃速度は 10% 下がりました。で、オータラックした時のダメージが、物理から魔法になった。まあ、これはバフじゃないかな。ミックスダメージの方が防ぎづらいからね。まあ、バフっていうか、まあ、何も変わんないって感じかな、正直。エースは 10% 下がっちゃってるからね。ハリケーン、トータルコストが増えました。攻撃速度が 5% ダウン。まあ、素材にリカーブを入ったね。まあ、素材が細かく変わってるやつが何個ありますけど、まあ、ちょっとスルー気味でいきます。で、素材にリカーブが入ってるので、通常攻撃時効果で魔法ダメージ追加で与えます。で、この矢のダメージもこのヒット効果点乗るから、まあ、結構なダメージ与えれるかもね。で、矢のダメージの AD レートもアップと。まあ、積むやつは積むよねっていうだけかな。まあ、でもこのアイテムに関しては結構バフ気味に見えるけど、といった感じです。まあ、グインソーを持つようなチャンピオンは積むことが多くなるでしょう。はい、次。スタティックシブ。復活ですね。新しいアイテムです、完全に。3000ゴールド。ヌンクイバー、アジリティクローク、キルヒアイシャード、AD45、AS25、クリティカル20。で、電気ショック。フリートフットワークと似たような機能なんだけども、エネルギー充填状態でオータックすると、電撃が発動して、60から170、APL と 50% の追加魔法ダメージを与えます。で、これはね、6体から12体、まあ、レベルに落ちてね、連鎖するとダメージが。プラスミニオンに対しては 120% の追加ダメージを与えると。まあ、ウェーブクリアがすごく速くなりますよっていうアイテムだね。なんかその中途半端な気がしてならないなっていう感じだね。まあ、どんぐらいそのエナジー溜まる、エナジーが溜まる速度にもよると思うんだけど、一回発動して終わりぐらいなんだったら、それならファントムダンサーでさ、オタラクの DPS 上げた方がよくねって思ったりもします。はい、次、ストームレイザー。だいぶね、アイテムの効果が変わります。2700ゴールドから3000ゴールドに。AD は10アップ。で、エネルギー充填状態のオータラックが、自身の移動速度を1秒間 45% 増加する。前はこれスローだったんだよね。まあ、これはまあ、バフと言えるんじゃないでしょうか。移動速度アップの方が何かと使いやすいよね。と思います。まあ、でも、ジンかな。ストームレーターってなんかジンとクイーンしか積んでるイメージがないんですけど。あ、あとアクション。アクションはね、これ強いだろうね。でもこのパッチアクションすごい強いんですよ。すごくすごく。グインソーと相性もいいし、ストームレーザーとも相性いいし。はい、次。バリクター。脅威が6上がりました。まあでもこのアイテム微妙っすよね。脅威って、重ねて持たなきゃいけない。魔法防御貫通と一緒ね。脅威積むんだったら脅威をたくさん欲しいんだよ。でも、マークスマンで脅威積むのって、これマークスマン向けのアイテムなんだけど、クリティカルついてて脅威詰めないんだよね、マークスマンは。まあ、詰める可能性があるとしたら、脅威アイテムを詰む、例えば脅威バルスとかグレーブスとか、
あとニーラとかかな。まあ、使うやつは使うだろうけど、まあ、基本みんな使うんでしょうって感じ。はい、ジール。ナーフです。50ゴールド高くなって、ステータスは全部ダウン。です。はい、次。アサシンアイテム。ドラクサー。ミシックのままね。ただ効果変わります。あの、前はね、あの、オートラックした時、敵にスローとダメージ与えるって効果だったんだけど、こちら。スキルが対象の減少体力に落ちて、最大 15% の追加ダメージを与える。残り体力 20% で最大になりますと。プラス、ダメージを与えたチャンピオンが3秒以内に倒されると、前はね、インビジブル状態。1.5 秒間なってたんだけど、本当からは、対象指定不可状態。例えば、フィズの E だとか、ブラッドミアの W みたいな状態になります。まあ、完全に、ほぼほぼね、ダメージを受けなくなるってことだね。ただ、タワーのタワーダメージは無効化できない。やっぱタワーグローは外れないってことだね。で、プラス、ステルス状態を解除する。いずれかのアクションを行うと終了する。まあ、攻撃すると普通に解除されると。これによって得られる恩恵としては、敵のその AOE スキルをかわせる可能性が出てくるぐらいかな。その代わり位置はね、ずっとバレてる状態だから、いや、俺はワンチャン前の方が強いんじゃないかという気もしますね。まあでも、バフするっていう風に書いてるから、まだこっちの効果が強いと思う。減少体力によって追加ダメージ与える。これは強いと思いますけど、まあでもトータルでバフかな？ああ、これってそっか。敵倒すごとにしかも発動してないのかな？これどうなんだろう？前は敵チャンピオン倒すごとに発動だったけど、これクールダウン10秒つくの？まあ言ってね、前も2回インビジブルになったらその瞬間戦分かってるだろうっていうところもあったかな。あんまり関係ないのかもね。フローラークロー。ミジックからレジェンダリーアイテムに格下げになりました。トータルコスト100ゴールドダウン。AD5 ダウン。スキルエスト5ダウン。脅威も3ダウン。全部ダウンだね。で、アクティブ効果のあのブリンクはなくなりました。で、新しい効果。強いサドインパクトです。ダッシュ、ブリンク、あるいはステルス状態を解除されると、敵チャンプに対する次のオートラックが、まあ、85プラス AD の 45% のダメージを与える。クールダウン10秒ね。連続だと発動しません。また、自身がメレーチャンプの場合は 0.5 秒間 99% のスロー効果も与えますよと。まあ、正直ね、他に持つ脅威アイテムがあまりないので、持つことになるとは思うんですけど、まあ、しょっぱいっすね。まあ、でもゼロとかで持つとね、あのウルトした後オートラックすれば、あの絶対手裏剣かわせなくなるから、一部チャンプにとってはすごく嬉しいんじゃないでしょうか。といった感じで、スキルがかわせなくなるってのは強いよね。あ、ちなみにね、このプロールが消えたってのはアザシにとってもめちゃくちゃでかいナーフで、その、元からアサシンって機動力高めに設定されてるのね。まあ、ゼドなんて例えばさ、ブリンク2つあるわけじゃん。W とウルト。さらにフラッシュもあれば3つでしょ。でそこに加えてプローラークロのブリンク加えるとね、4回ブリンクされることになるんだね。ゼドで言うと。そうなると、ADC のカウンタープレイってのがほぼないと。まあ、だから不健全だってことでプローラークロは、まあ、削除されたんだよね。これはまあアサシンはね、ナーフされたと思っていいと思います。あ、でもちょっと待って、この相手は強いんだよな。ヨウム、ミジックに格上げ。まあ、ゴールドが増えて、ステータスも全体的に増えたと。で、発動効果。まあ、アクティブ効果ね。20% の MS アップだったのが 25% になりました。嬉しい。非戦闘時に移動速度が増加する効果。これ消えました。その代わり、移動することで霊体のかけらを獲得して、スタックごとに非戦闘時の移動速度が増加していく。だから、マックスになると、毎年一緒の移動速度がもらえますよと。で、ここで見て、最大スタックになると。脅威が8から20増加する。で、最大スタック時、敵チャンプにダメージを与えると、3秒後にスタックがリセットされる。これどういうことかっていうと、戦闘始まって3秒間の間はとんでもない量の脅威を持ってるってことです。だからその3秒以内に敵をアサシンしてくださいよっていうアイテムなんだよね。で、この数値はね、正直とんでもない。脅威、まあ、レベル13で確かね、13とか2とかあったと思うの。で、これ確かね、脅威なんだよ。これスキルやつじゃなくて脅威なはずなんだよね。脅威20プラス13、33。強いよね。しかも他の脅威点を持つわけだから、まあ理論値ほぼ敵のマークスマンのとこね、アーマーはね、ゼロになると思います。ほぼトゥルーダメージに、で通せると。というアイテムになりましたね。いいんじゃないでしょうか。まあ高いバーサメージを持ってるエリアサシンは、これいいんじゃないでしょうか。まあでもね、正直プローラの方が強いよ。悪いけど。はい、次。サポート向けアイテムの変更。アビサルマスク。600ゴールド安くなりました。で、素材からカタリスが消えて、キンドルジェムとネガトロンクロークだけになった。体力は250ダウン。スキルエストそのままで、MR が20プラスと。
で、パッシブ変わってないから、まあ、すごい安いゴールドで MR を大量に手に入れることができるアイテムになりました。まあ、その代わりカタリストのパッシブは消えてるね。いいんじゃね、まあ、基本このパッチってね、いろいろ調整あるんだけど、サポートがアイテムを完成させやすくするっていう意図があるんだよね。結局サポートってさ、ゴールドがない。少ない。だからアイテムが全然買えない。つまらないっていうところがあったから、サポートでもね、アイテム買いやすくなるように。全部安くなってます。サポート関連のアイテムは。足に積むことあると思います、全然。トップレーンでも。アデセン。200ゴールド安くなって、AP25 ダウン。20ねダウン。で、移動速度その他に 5% つきました。ここはね、まず持ってバフなんだよね。エンチャンターって AP レート全部低いんで、正直。ダメージスキルの AP レートは高いんだけど、結構。でもヒールとかシールドスキルの AP レートってめちゃくちゃ低いんだよね。だからここが下げられてもまあ問題ない。完成するっていうのが大事だからね。まあパッシブ。味方にシールドとかヒール与えると、エース 10% から 30%。オンヒット効果で5から20の追加ダメージだったのが、攻撃速度、お、5% 増えてます。最初にね、もらえるエースちょっと増えてる。まあ、S 全体的に減らされてるんでね。これはマーク様にとって嬉しいんじゃないでしょうか。さらにこのオンヒット効果のダメージも、あ、序盤大きく伸びてるね。今後ね、まあ、多分オンヒット系のマークスマンが増えてくると思いますので、バーデー戦、相当見ることになると思います。祝福の聖杯。これ新しい素材アイテムだね。サポート系の。ケミテックピュートリファイヤー。安くなりました。その代わりスタッツが下がりました。まあ、シールド増加量は増えてるみたいだね。まあ、先に言っとくけど、ケミテック別にそんな優先して完成させなくていいです。本当によほど金がなくて、もうゲーム終わっちゃうよってことだったら完成させてもいいけど、そんな最優先で完成させるアイテムじゃないです。あげました。サポート大喜び。新しいミシックアイテム、ヘリアの残響。2300ゴールド。安いね。AP30、タルク200、スキルレース15。いいね。で、ここ、パシブ。敵チャンプにダメージ当たると、魂の断片を1個獲得する。2コマでスタック。ちなみにこれ、1個のスキルからは1個しか得られない。だからソナの Q で2体に攻撃しても、得られる魂の断片は1個だけです。で、味方に体力回復効果、またはシールドを付与すると、まあ、さっきゲットしたね、魂の断片を全て消費して、10から100の体力を回復し、最も近くにいる敵チャンピオンに断片1個につき30から200の魔法ダメージを与えますよと。面白いよね。味方はヒールしつつ、敵にはダメージを与えるという、まあ、攻防一体のアイテムになっております。で、基本マナ自動回復 25% ごとに魔力が3増加することになります。アイテムアップデートするとね。さっきはヘルスリジネだったけど、それは消えて魔力がもらえます。で、ミシク自動効果。所持している他のレジェンダリーアイテムにスキルヘイストを付与する。これ強いですね。基本的にエンチャンターアイテムからスキルヘイストが結構消されてるんだよね。だから、これでもらえるのはすごく嬉しい。で、まあ、このアイテムと相性がいいチャンピオンは、まあ、エンチャンターだよね。味方にシールドとかヒールを与えれるチャンピオン。かつ、これプラスなんだけど、相手を攻撃しやすいチャンピオン。ある程度レンジが長いスキルを持ってるチャンピオンがいいかな。といったところで、ソナ、カルマ、あとまあ、ミリオもいいかな。ミリオってたくさんシールドとかヒールばらまけるから。あとね、多分エアリーでも発動すると思うので、まあ、エアリー召喚とヘリアの残響、一緒に持つの強いんじゃね？っていう気はするね。まあ、ただね、他のシュレリアとか強いミシックもある中で、ヘリアの残響を選ぶのかっていうことについては、ちょっとまた不明だね。これにちょっとよくみんな統計見た方がいいと思います。ちなみに3日前ぐらいに PB サーバーで、ソナでヘリアの残響を使ってきたんだけど、チームのダメージ2だったね。俺が1万5000ダメージ出してた。でヒーローは1万4000だった。だもしかしたらこのアイテムバカ強いんじゃないかなってちょっと思ってます。アッシュヘリアの残響詰めれ。まあでも一応無理やり持とうと思えば、やろうと思えばタンクでもできるんで、ヘリアの残響って。生命の泉があるから。だからワンチャンこれで無理やり回すってパターンもさ、あると思うんだよね。その、サポートタンクでも。はい、次、イーブンシュラード。安くなってスタッツが下がって、ないんだよね。長いないんです、皆さん。なんと。ゴールドは安くなってるんだけど、スタッツは一切変わってません。効果も一切変わってない。素晴らしいですね、このアイテム。いいんじゃないでしょうか。あまり安定感のあるアイテムではないですけど、まあ、味方ちょっとダメージ足りないなって思ったり、これ勝ってるなってもんだったら、イーブンシュラード。いいと思います。帝国の指令。これはね、レジェンダリーアイテムになったんじゃなかったっけ？
あ、そうだよね。ちょ、書いてないんですけど、レジェンダリーテムになりました。2300ゴールドになって。お、AP が15アップ。その代わり体力が削除です。まあ、ちょっと緊張感のある立場に求められますね。だからスキルヘイストはそのまま。安くなった代わりに、与えるダメージはね、下がってます。そこそこ下がってるね。まあ、帝国の司令とヘリアの残響両方積めばね、エンチャンターなのにめっちゃダメージ出しちゃう。みたいな、まあ、そういうことができるかもしれません。はい、騎士の誓い。安くなってスタッツ変わらず、うん、アスケレス下がってるわ。リゼネも下がってるね。でもこれ、アーマーついた25。当たるが50減ってるんだ。まあ、このアイテムね、あの正直、強いかどうか分かんないけど、効果を全く感じられないというのが一番の欠点ですよね。まあ、どうしても守りたい味方がいるときは、積んでみるといいと思います。書いてることは強いからな。書いてることは強い、騎士の誓い。で、これ、生命泉のペンダント。ちょっと名前がね、なんかあの違和感あるんですけど。これはね、タンクサポート向けの新しい素材アイテムです。はい、ソラリ、安くなってステータス一切変更なし。しかも、もらえるシールドルを増えております。いいね。敵に AOE ダメージが多いとき、ソラリ、積んでみてください。強いです。はい、ミカエル。値段変わってません。体力が250ついた代わりに、MR とスキルヘイスがなくなりました。めちゃくちゃ痛い、これは正直。これはね、ナーフなんだよ。エンチャンターって、まあ、これスマイテムチャンピオンって普通エンチャンターなんだけど、スキルヘイス欲しいんだよ、とにかくサポートって。サポートとにかくスキルヘイスが欲しいんだけど、そこを消された。めっちゃ痛いです。その代わり回復量は増えてるね。まあ、ただどうでもいい。ナーフです。はい、ムーンストーン。これ効果変わります。200ゴールドで安くなって、まあ、AP が下がったりして。こちら。味方への体力回復、またはシールド効果が、最も近くにいる味方チャンピオン1体に連鎖する。連鎖による体力回復量は元の値の 20% から 35%。シールド耐久値は元の値の 30% から 40% となります。ちょっとニーラみたいな感じだね。あのシールド他の人にも渡します。前の効果は定期的にヒールする効果とシールドヒール量を大きくアップさせる効果だったんだけど、そうじゃなくて他のやつに渡す。あのどういう発音仕方かによる。例えば5人にシールドつけて5人のシールドが全部連鎖するんだったら、もうソナが最強ってことになるよね。どう考えても。多分ね、そうはならないと思う。多分、クールダウンみたいなやつがあると思うんだよね。その、一人に与えるシールド量とかヒール量って、多分ソナは最低値なんだよね。例えば、一回で大量のヒールができる、ソラカとか、あと単体のシールド量がめちゃくちゃ多い、カルマとか、あの辺だったら、めっちゃ機能すると思う。お、天才じゃねえか。最も近くにいる味方どうになるんだ、一体。シェンデウル取ったらけ。どこなんで一体どこのドイツですかそれ。確かにシェーンはちょっと、あ、確かに1000シールドでちょっとつっからね。1000シールドの 30% も400シールドですよ、大体ね。300、400ぐらいシールドがつく。それはちょっと面白いね。アーチュー。安くなります。500ゴールド安くなりまして、体力50段、スキルヘイスト10段。痛いね。ここは痛いです。で最大体力 15% 増えてたところが 12.5%。回復量ももらえる最大打力も減ってるけど、個人的にはね、早く変えるっていう方が個人的な価値が高いと思います。まあタンクジャングラーとかがね、結構採用するんじゃないでしょうか。まあトップでもね、サンファイアからバーチ行ってみたりとか。はい、リデンション。体力増えました。ただスキルヘイスト消えました。さっきも言いましたけど、痛いですね。スキルヘイストが一番欲しいんですけどね。回復量は増えてるね。増えてます。いいんじゃないでしょうか。シェレリア、安くなって AP5 ダウン。さっき言った通りどうでもいい。で、MS アップ効果が、なんか変わってるね。25% 増加だったのが 20% になった。痛いな。まあでもね、移動速度を味方に渡せる結構貴重なアイテムなので、積むと思います。まだムーンストーンが若干弱くなった分、シュリレも弱くしたっていう感じかな。みんな並べたって感じだろうね。アイテムパワーを。はい、フローウォーター。安くなって AP15 下がって移動速度 5% 追加。嬉しい。そして、まあ、味方に体力回復、またはシールドを付与すると、まあ、前は25から45の AP とスキルヘイストだったのが、AP の値がちょっと増えたね。で、このアイテムはね、結構良くて、スキルヘイストが手に入るってのが嬉しいよね。まあ、味方に AP チャンピオン多いなっていう時は、結構積んでいいんじゃないかなと思います。てかもうスキルヘイストついてるのがとにかく嬉しい、このアイテム。結構採用率増えるかもね。サポートのエンチャンターで。はい、ウォッチフルワールドストーン。
ウォッチフルワードストーンはサポートクエストを完了するまで購入できない。まあ、全体的に変更なし。今回マナリジェネが増えた。でパッシブ効果、増加体力、攻撃力、スキルヘスト、魔力が 8% 増加する。で、前はね、13レベルになるまで、このビジラントワードストーンってのは持てなかったんだけど、変わりまして、金払えばビジラントワードストーンになります。でアップデートアイテムになったってことだね。体力に150、スキルヘスト10、マナリジェネ50。でステルスワードとコントロールワードの上限数が1増加する。で、これは前と一緒かな。増加体力、増加攻撃力、スキルエースと魔力が 20% 増加する。うん。結構強そうに見えるよね。買いやすくなったというか、まあ、ミシックが安くなったのも合わせて、まあでも、ウォッチフルワードストーンとかと並んでくるのが、リデンプションだとか、他のエンチャントアイテム、サポートアイテムだから、そこを加味するとどうなんだろうなっていう感じ。このワード増えるって部分をどれだけ評価するかだよね。それまだ3つだな。ジーク、安くなった。体力減った。まあ変わってないね。その辺と変わってない。安くなっただけって感じですね。ステータスが若干下がって。俺はこのアイテム弱いと思ってるので。まあでも、オンヒット系のチャンピオン。いや、オンヒット系ならさ、アーデ戦の方がいいよね。微妙だと思います。ディバインサンダラ。これね、すごい簡単にまとめると、柔らかいチャンピオンを攻撃するときは、ダメージ増えてます。主にとも体力がね、確か1700未満、1800未満の敵を攻撃するときは、ダメージ増えてる。で回復量は確か変わってないはず。体力を積んだファイターだとか、タンクに対してのダメージは結構下がってる。だからこの調整の意図するところは、まあ、書いてあるけど、タンクに対して強すぎたこのアイテム。タンクに対してディバインが完成しちゃったら、もうタンクはそのファイターに絶対勝てないというところがあったんだけど、そこがね、大きく、まあ、やりやすくなった、タンク側はね。相対的にタンクが強くなったとも言えるのかな？あ、で、一個さ、気になったんだけど、カタリナ積んでたじゃん、ディバインサンダラ。基本ディバイン積むようなチャンピオンってベース AD が高いんだけど、カタリナさ、ワンチャン低いんじゃない？あいつ、ベース AD。それだったらね、AD カタリナの結構なナーフになります。カミールが128か。で、カタリナが110か。あ、ちょっとナーフだね、これ。ディバインサンダラ、カタリナ。ティンブルウィンター。まあ、これ完成するとね、マナ消費して、その量に落ちた、まあ、シールド量をね、シールドを付与するっていうアイテムだったんだけど、発動するためにマナが減って、だから発動するためにシールド量が減るっていう仕様だったんだよね、このアイテム。だから、マナを消費しなくなりました。発動した時。だから、複数回発動した時、シールドル増えます。実数。まあ、ツムチャンプにとっては嬉しいんじゃないでしょうか。戦の力、まあ、ダメージ経験アイテムとして強すぎた。100ゴールド安くなって、体力50アップ、MR10 ダウン、で自動効果の最大スタック、6から10。これ敵から魔法ダメージを受けると、スタックが溜まっていって、CC 受けると2スタック溜まるっていう効果ね。だからマックスタックにするのが結構大変だね。前はね、発動すると、魔法ダメージをね、そのパーセントでカットするっていうね。本来の MR に加えて、さらにパーセントでカットするっていう効果だったから、マジでこれ買われると、メイジは、戦の力を持ったジャンプに対して、取らないとダメージが。そこが変わって、マックスタックになると、30の魔法防御が付与されるようになりました。あ、で、これ確かさ、移動速度ももらえたと思うんだよね。まあ、でもナーフ。まあ、メイジに対するアイテムとして、まだ全然詰めるラインだと思うけど、まあ、スピリットビサージだとか、その辺の選択肢も出てきたんじゃないかなっていう感じです。はい、ゴールドリンカー、100ゴールド安くなって、ミシック効果からもらえる体力が50から75。嬉しい。ハルブレイカー、2800ゴールドだったのが3000ゴールド。素材にね、翼のムーンプレートが追加されます。足速くなるやつね。で、AD が10増えて、移動速度プラス 5%。これは、嬉しいと思います。まあ、てかもう移動速度あるとね、やっぱね、何もかもやりやすいから、いいと思う。はい、ドミニクリガード、仕様変更です。前は最大体力の差に応じて、物理ダメージを与えてたんだけど、魔法も増やします、ダメージ。今後は。体力差がある敵に対して。だからオンヒット系チャンピオンのバフですね。で、これによってね、バフ受けるのは、カイサ、コグマウ、バルス、あとエゼリアルもね、ワンチャンあり得るね。エゼリアルもね、魔法ダメージの割合すごいでかいから。ドミニクリいいんじゃないでしょうか。あ、ヨネは嬉しい。ヨネは嬉しいかな。ロスチャプター、1100ゴールドになります。これめちゃくちゃでかくてですね。
これによってなんと皆さん3ウェーブ狩るだけでロスチャプター完成します。どういうことかっていうと、初手にマナクリスタルとポーション1個持ってスタートして3ウェーブの CS 落とさずに取り切ればロスチャプター完成です。でもそっからもマナ持ちの心配する必要一切なし。やっぱいろんなチャンピオンで使えるよね。マナが辛いからレーン辛いんだよなみたいなチャンピオン、マルザハールとかもそうだし、まあ、そういうチャンピオンはね、初手マナクリスタート試してみてください。ちなみに詰め替えポーション買った場合は4ウェーブかかります。あとそれでもいいけどね。マナモティウス100ゴールド安くなってクールダウン15秒アップで、ライフラインのシールド効果時間5秒から 2.5 秒でかっ、でかっ、待てばいいじゃん。前はクソでかいシールドが5秒間もつくせいでなかなか殴れなかったけど、 2.5 秒待つわ。明治がさ、マルモティウス積まれるともうね、ほぼ詰みみたいな感じだったからさ、いいんじゃないでしょうか。この辺でちょうどいいと思います。はい、デスキャップ魔力増加量が 5% 増えました。だ 400AP 持ってたら今までより 20AP 多くもらえます。まあ、ベイガー大喜びですね。別にその詰め優先度を上げるような変更ではないですね。ステラックナイフラインが発動すると8秒間サイズが大きくなって行動妨害耐性が 30% 増加、めっちゃ嬉しいね。特に嬉しいのはおそらくナサスとイラオイですね。あの絵のチャンピオンは行動、まあ、CC に普通に弱いので、スライドブレーカー AD10 アップ、めっちゃ嬉しいね。追加ゴールドなしでドンソ1本分のステータス、350ゴールド分のステータスを手に入れてるわけ、嬉しい。あ、ちなみにゴアドリンカーもね、ゴアドリンカーは安くなった上で AD 増えてるからね、あのアイテムは。トリファ30攻撃の効果時間、あーあれだね、あの敵のオートラックするとね、トリファ持ってるとねベース AD が増えていくんだよね、スタックして。でそれの効果時間、まあ、猶予時間が前3秒だったんだけど5秒、まあ征服者と一緒になりましたよと。まあいいね、一回殴り合ってちょっと間を置いてもう一回殴り合うみたいな時、まあ、トリフォのスタックが残ったまま殴り合えることが増えるかもね。で AD5 アップ、攻撃速度 5% アップ、嬉しい。無料でいいんですか、無料でいいんですかこれっていう感じ。はい、次試合序盤の調整で、ベースのマナ自動回復早くなります、嬉しいですね。これ特に連戦で勝ってる時ってさ、もしくはそのファームしてたら帰ってきた時って体力は満タンぐらいあるけどマナだけないって時にあるじゃん。でマナの回復量って遅かったんだよね。だからより早くレーンに戻れるようになった、グッド、嬬しいな。でホームガードのタイマー20分以降ね、あのベースにのど真ん中、真ん中あたりにいると足がしばらく早くなる、まあ、ゴースト状態になるっていう効果があるんだけど、あれが20分から14分、嬬しい。あ、ただこれによってゲームテンポがね遅くなるんじゃないかなって気がしなくもないよね。そのあ、トレード負けちゃった、リコールしよう、あ、もうホームガードついてるじゃん、すぐ戻れるっていう感じになるけど、まあ、それ言ったら相手もそうだから、まあ、ただ快適になったね。だ皆さん、あの敵がレーンに帰ってくるタイミング確実に今までより早くなるので、そこは注意してね、そこはマジで注意した方がいいです。ブラストコンの出現時間5分から5分半だったのが9分から9分半、まあ、なかなかブラストコンがね出なくなりました、まあ、ここにあったやつとかね、ここにあったやつとか、まあ、ここにあったやつとか、まあ、使ってトップレーンキャンクするっての結構強かったから、そこがナーフされました。はい、でミニオンに行った大幅な変更の1つ目はミニオンウェーブのスピード調整です。今まではミッドレーンのミニオンがいつも最初にぶつかり合っていたので、まあ一番レーンが短いからね、一番早くミッドレーンはミニオンがぶつかる、つまりはミッドレーンは一番早くミニオンに触れるんだよね、他のレーンと比べて。だから他のレーンより先に動けると、でローもすごくしやすかったっていうところがあるんだけれども、最初のミニオンスケキシを除き、ミッドレーンのミニオンがサイドレーンと同時に出会うよう変更、まあ、サイドレーンのミニオンのスピードを上げました。この効果は試合開始から14分経過すると消滅します。俺こことここがさ、正直な話あまり繋がってないんだけど、これってどういう意味、俺なりの解釈を話します。早くミニオンに触れるから早く動ける、だからミッドレーナーはローモしやすいと、他のレーンにプレッシャーをかけやすい。ただ今回のバッチからサイドレーンのミニオン全部一緒のタイムで当たるってことは、トップミッドボット同じタイミングでミニオンに触れるということは、さっきと逆だね、トップとボットも楽々ロームできるようになりましたっていうことなんだと思う。だからボット
ッドとトップ、特にそのサポートラックがさ、クリアしたっつってミッドに楽々ロームできるようになったから、おそらくそのミッドレーンに対するプレッシャーが増すっていうことなんだと思います。多分ね。ここ、敵タワーを攻撃中のミニオンが敵チャンピオンの攻撃を支持する、救援要請シグナルを無視するようになりました。何言ってるか分かんないと思うので説明するんですけど、例えばこの青ミニオンね。自分のチャンピオンが殴られると、その殴ってきたやつを殴り返すんだよね。この状況、青がね、殴ってます、タワーを。で、その時、もちろん赤の人はさ、この、こいつも殴るわけじゃん。おい、やめろっつって。パンってオートラックしたり、対象指定スキルをこいつに使うと、ここにいるミニオンたちが、みんなこの赤のね、チャンピオンのことを殴ってたんだよね。この仕様がね、ダイブの時にすごく有用で、ミニオンたくさん貯めて、ミニオンのアグロを敵に向けてから殴り合うことで、まあ、本来の自分のダメージに加えて、ミニオンのダメージもプラスできるか、まあ、相当なダメージが出せるよと。いう仕様だったんだけど、今回から、タワーを殴ってるミニオン、まあ、いわゆるそのこいつらだよね。こいつらは、このチャンピオンがどんだけ殴られても、タワー殴ってるうちは敵のことを殴らなくなりました。まあ、だから、まあ、若干タワーダイブ、難しくなります。タワーに対するダメージって、その積んでる AD か AP、どっちが高いかでダメージが変わってたんだよね。だから、メイジがタワー殴ると、魔法ダメージ、まあ、AP の方を参照してダメージが与えられてたんだけど、まあ、今回から、合計攻撃力プラス AP レートのダメージを与えるようになりましたよと。だから、ハイブリッドビルドした時も、そんなにね、タワー遅くないですよ。前は遅かったらしいんだけど、ハイブリッドビルドにすると、タワーおるのが。ただ、魔力の 60% が、そのチャンピオンの増加攻撃力より大きかったら、依然と同様、まあ、魔法ダメージ、その AP の方しか参照しませんよっていうことになるらしい。だから、メイジがタワーオールの速くなったわけじゃない。ただ、ハイブリッドビルドしてる人が若干速くなるよねっていうぐらいだね。はい、で、タワープレート。そのワンミスがちょっと重すぎたんじゃないかなってことで、2枚目以降のプレートを破壊されにくくするようにしました。プレートのラッシュダウン防御力。これね、プレートが割れてからね、20秒間、タワーにはバフが入ります。まあ、チャンピオンが多ければ多いほど数字が増えるんだけど、0から180だったのが、45から225。もうとにかくね、めっちゃ硬くなった。1回ギャンク決めたくらいじゃ、プレート2、3枚持っていくのは相当大変になったってこと。だからこれは、まあ、序盤弱いチャンピオンにとってはいいことだね。まあ、逆に、ボットレーンの話でいくと、エズカルマとか、あの辺のチャンピオンってタワープレート取るのがどちらかというと目的なんだよね。連戦ボコボコにしてタワープレートを取ってスケールがするっていうのが目的だから、そういうチャンピオン、そういうデュオはね、直されることになると思います。だからちょっと試合がレートによるのかな、長引くのかなっていう要素に見えるね。で、これ、まあ、でかい修正です。新テレポート。前は14分でテレポートから新テレポートに強化だったんだけど、10分になりました。だからもう10分になったらボットにロームもできるし、トップにロームもできるし、っていうことになるね。その代わりクールダウンは大きく伸びてると。これによって何が起こるかっていうと、まあ、トップレーンの人が、まあ、そのドラゴンファイトとか、まあ、ボットレーンとかに寄りやすくなるよね。だから、結構前の話だけど、レーンワードこれすごく強くなります。そう、ボットレーン、普通に2対2してると思ったら、真後ろにトップレーンのタンクが飛んでくると。そういうことが起きやすくなる。ボットレーンこれめっちゃ窮屈です。どんだけレーン戦に有利を取ってようがなんだろうが、ワードが刺されてるっていう可能性があるだけで、ファイトができないんだよね。だから、これもね、ゲームテンポを遅くする一つの要素だと思います。そう。そう、だからね、そう、レーンワード消さなきゃいけません、皆さん。ボットレーンの皆さん、レーンワードを消してください。必ず。あと、トライブッシュ。ここのワード。青側の人、絶対ここ視界取って。ここ絶対に赤ワードを切らさないでください、ここの。ここに TV されると死ぬからね、ボットレーン二人とも。ここにさ、急にさ、トップレーンですってどうもトップレーンのマルファイトですこんにちはってこれ急に来るからね。逆に言うとレーナーの人はね、壊されないような位置にワードを置いてください。もうこことかでもいいし、こことかでもいいし、いい位置にワードをさせばボットレーン簡単に崩壊させれます。大事なのがこれ14分から10分なんだよね。だからまだタワープレート残ってんの。10分ジレテレポートしても何も考えずに TP すると、対面がスプリットプッシャーだった時に、とんでもなく育ちます。まあ、プレートは硬くなってるんだけど、そこは注意しなきゃいけない。俺目線だとね、補助輪みたいなもんなんだよね。テレポートのナーフって。前って、
たくさんいたの。ゴミみたいな TP をする人、テレポートをすることによってとんでもない振りを背負うプレイヤーってのがマジでたくさんいたの。正しい強い使い方できてる人ってのがあんまりいなかったと思うわけね。でも今回からそれがまたできるようになっちゃったから、ラッキーって思うことも絶対増える。え、このウェーブで飛ぶみたいな、え、このウェーブで飛ぶのこいつみたいなこと絶対増えると思うから、まあでも面白いね。トップでタンク使ってる人にとってはこれ非常に大きなバフです。タンクって別にその連戦の勝ち負けってあんま関係ないんだよね。マオカイとかマルファイト、オーンとか、まあオーンはね結構関係あるんだけど、とにかく味方に揃ってもらわなきゃいけないから、これはバフに生じると思います。まあゲームに深みが出ていいんじゃないでしょうか。はい、次トリンケット、ちょっと変更入ります。ファーサイトオルタネーション、青トリンケットだね。500ユニット以内にある壁の反対側の視界を確保する。これ壁の向こうさ、視界取れてなかったの？あまりそういう印象なかったけど。で、可視化した敵チャンピオンをミニマップ上でピンするように変更。これもう全部のワードをこうしてほしいんだけど。で、ここ、初めて敵チャンピオンを発見した際、ミニマップ上でその敵チャンピオンをピンし、視界の範囲が800ユニットに拡大して、その後自壊する地雷みたいですねあの視界が取れる地雷、まあ、これはねいいことだと思ってて、で絶対青ワードって見つけられたら壊されるんだよね。 100% 見えるからさ、まあ、こっちの方がいいんじゃない。ピンされるのマジで嬉しいね。オラクーレンズ、これも大きく効果が変わります。オラクーレンズの交換が終了するまで、最後に攻撃を行った瞬間から2秒間視界が確保されます。結構あなんかジャングラーが赤取り使いながら通り過ぎていった時に味方がそれ壊せるってことね。そう、ちょっと触れたら あと壊しといてみたいな。前はね、あのオラクル使った人が離れちゃうと、もう見えない見えないって、オラクル見えなくなっちゃったよ、もう一回こっち来てって感じになってたけど、見えると、あ、それいいね。で、こちらオラクルレンズのチャージを2つに変更。その代わりクールダウンはすごく長くなってます。で、効果時間も短くなってる。ただ2回使うんであれば12秒、まあより2秒間長く使える。まあテレポートがバカみたいに強くなった分、オラクルレンズも強くなりました。結構いい修正、まあ、これねマジでサポートの腕が出るところだと思います。例えばドラゴンファイト前に2個残しといて全部視界消すとか、そういう使い方もできるわけだよね。別にこまめに使うこともできるわけだし、まあでもグッと調整ですねこれは。あ、でバグ修正1個だけ、オーンの E と R が C 時間長すぎたってことで修正されました。これ多分あの勝率 2.5 バーぐらい下がります。ということで皆さん、バッチノート 13.10 いかがだったでしょうか。非常に長いね解説になってしまいました。本当いろんなビルドが試されると思います。もしかしたら絶対この中に皆さん隠されてる超 OP アイテムと超 OP な組み合わせ隠されてます。まあ今からね頑張って探してみるのがいいんじゃないでしょうか。ちなみに僕が今一番注目してるのはその後アクションかな。ちょっとまああとコグマウとかね、コグマウとかも無難に強いと思います。という皆さん、また次のパッチのトカチでお会いしましょう。じゃあバイバーイ。